じゃあまずはその再構築っていうところですね。その課題に対しては、モデルの読み込みからリグのファイナライズ、先ほどのそのリグの、やっていることの一覧があったと思うんですけど、それを自動で行うっていうようなことになります。イメージで言うと下に書いてある図のようにモデルを読み込んできてリグを生成して最適化を行うっていう、ここまでをボタン一発押すとこうできるっていうような仕組みまで作っています。で、これをどういうふうにやっているかというと、MGear っていう、後ほど解説するんですけども、ツールのビルド機能によって実現しています。基本的にはその Python スクリプトを使用するので、リガーは Python を書くことが求められます。で、ちょっとイメージしにくいんですけども、修正はリグに対して直接行わずに、ビルドの構成データを更新するっていうことです。これどういうことかって言いますと、例えばそのスキンのウェイトが壊れちゃいましたって言った時に、リグを修正するんじゃなくて、修正したウェイトデータを所定の場所に置いておく。で、ビルドして修正っていう。常に再構築することでリグが出来上がるっていうような形にしています。で、例えばそのモデルのトポロジー、頂点が変わっちゃったとかって言ったら、もちろんその一発で生成するっていうのはできないんですけれども、その頂点数に依存している部分っていうのを一個一個修正して、またそのビルドのためのデータを置いてビルドしてできるっていうような形にしています。ちょっと先ほどその MGear っていう話が出てきたので、最近は結構広く使われるようにはなってるんですけども、ちょっとご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明させていただければと思います。MGear はオープンソースのモジュールリグシステムで、コンポーネントって呼ばれているそのモジュール、一つの単位ですね、それを組み合わせてリグを作るという形になっています。腕のパーツだったり足だったり、胸とか、それを組み合わせて作るというような形です。でもう一個は先ほど、お話に出てきたビルドシステムですね。ガイドって呼ばれている位置の情報をもとにジョイントとコントローラーを生成します。でその際にですね、カスタムステップという仕組みがありまして、そのビルドの前後に Python スクリプトを自動実行できるので、こちらの方で自動的に再構築する仕組みっていうのを実現しています。じゃあ実際に、MGear でビルドした場合どういう処理になっているかっていうのをちょっと説明します。はい、これがガイドですね。これが人型のガイドなので、腕、手足、胸とかそういうパーツが組み合わさってできています。でこちらをこのガイドマネージャーというガイドを管理するためのツールがあるので、こちらでビルドというコマンドがあるので実行します。そうするとビルドが始まって、ちょっと時間かかってますけど、はい、できましたと。で、これでコントローラーと骨ができるっていうところまでできています。で、コントローラーとして必要な機能がこれで揃っているので、動かした時もちゃんと機能して動くっていうような形になってます。この MGear っていうのはモジュール単位で設定できるので、結構人型以外でも対応できるものなんですか？そうですね。4足歩行だったりとか、後ほど出てくるんですけど、鳥とかも作ることができます。なるほど。で続いてカスタムステップなんですけども、ここにスクリプトを登録してビルドの前後に実行するっていうことができます。ここでちょっとテストとしてこのテスト Py っていうのを実行してみます。でこれどういったスクリプトかというと、単にポリゴンのスフィアを出すっていうだけのコマンドです。でこの場で一回実行して試すっていうこともできるんで、実行したらこのように Q ができるっていうような形になってます。でここで今チェックボックスにチェックを入れたので、これビルドした後に実行するっていうことができます。でもう一回ビルド実行してみましょう。コントローラーとスフィアができるってこと？そうですね。あ、はい、できました。はい、これが MGear のマザーで使っている主な仕組みになります。典型的にはどういう Python 処理を挟む感じにはなるんですかね。あ、それはちょっとこの後、この後説明したい。失礼しました。先走りになりますよね。まあでもちょっと話がうまくいってるってことですね。はい、興味が。はい。でこれがこのプロジェクトサムライフロッグゴルフで実際に使っているガイドになります。はい。まあ結構そのカエルの形をしているので、ちょっと人型とは言いつつちょっと特殊な形になっていますが、ちゃんと MGear で組むことができます。でカスタムステップが、まあ、いくつか使っていて、まあ、これが実際に使っているカスタムステップになります。ですみません、まだもうちょっと後でちょっと1個ずつ説明します。はい、でこれで実行するんですが、やはりそのカスタムステップが入っている分処理に非常に時間かかるので、こちらは実際の速度の5倍速ぐらいで再生してます。まあ、ちょっとね Windows っていうところもあるので、あ、来ましたね。はい、出来上がりました。で、まあ、先ほどもちょっと言ったようにそのモデルを読み込んできて動かせるまでするっていうところなので、まあ、まさに先ほど言ってたようにそのボタン一発で処理するっていうような形ですね。まあ、ここでもちょっと補助骨のシステムが入っているので、ちょっと服が肘に合わせて変形したりとかで、まあ、フェイシャルもきっちり着てるっていうような形になってます。すごいですね。生成した直後にこんだけ動くというか動かせるようになってるんですね。はい。ですね。でちょっと最後の方になるんですけど、ちょっとその詞を合わせるっていうところがこの段階ではまだできてなくてですね。まあ、例えば今ちょっと見づらいんですけども、リグの階層とモデルの階層っていうのが別々に存在しているっていう状態になってしまっています。まあ、使用上はそのリグの階層の中にモデルを入れ込む必要があるので、それがちょっとできてないです。